兵庫県立鈴蘭大高等学校は、兵庫県神戸市北区にあった、県立高等学校を、略称は鈴高。兵庫県立鈴蘭大西高等学校との統合により、2009年3月をもって閉校した。現在は、同じ高地に、兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校が、設置されている。六甲山地に連なる、菊水山の中原に位置し、 高知内外ともに、緑が多く自然豊かな学校として知られ、高知内に登山道も存在する。また、山を切り開いて学校が建てられているため、敷地内の高低差が大きく、正門側は最大勾配4.5%の車道が、裏門側は百段長の階段がそれぞれ存在する。正門横に三等三角点が設置されており、その標高は350メートルである。 これは、県内の公立高等学校では、兵庫県立神戸校北高等学校に次ぐ2番目の高さである。住所は山田町だが、正門、裏門はそれぞれ中里町と鈴蘭台東町に面している。校舎は、管理棟と、生徒棟からなり、渡り、廊下などでつながっている。共に1964年春高で、管理棟は、地上4階、東屋2階、 生徒旨は地上4階である。校舎が古いこともあって、バリアフリー設備はあまり整っておらず、エレベーターはない。標高が高く、また帰宅自体気温が低いことから、冬には各教室に石油ストーブが配備される。一方、周辺の小中学校などで使用されるのはガスストーブである。本校が 石油ストーブを使用し続ける理由の一つとして、普通教室棟にガス設備が存在しないことが挙げられる。春高当初は暖炉を使用していた。1950年代後半から、兵庫県内では高等学校への入学志願者が急増し、戦後すぐから旧正中学校や旧正高等女学校を改祖して設置されてきた。 従来の高等学校では需要に対応しきれなくなってきたことから、兵庫県内で戦後初となる完全な新設校として1963年に、神戸市兵庫区の北部に、兵庫県立鈴蘭大高等学校が仮設校舎ながら設置された。しかし2000年頃から少子化が顕在化し、県の財政も厳しいことから、神戸第二学区内の県立高等学校六校を、 統廃合によって5校に再編する方針が教育委員会で出された。当初は、両校の距離が約300メートルと最も近い、兵庫県立兵庫高等学校と兵庫県立夢の大高等学校の統合が模索されたが、両校はそれぞれ旧正中学校と旧正高等女学校の流れを組む学校であり、統合に強く反発した。そこで、直線距離でも、 約2 5キロメートルあるものの次に距離が近い、鈴蘭大高校と、兵庫県立鈴蘭大西高等学校の合併が提案された。2006年、両校の統廃合が発表されると、県立高校の再編が、地域住民に十分な説明のないまま進められていることについて、県教育委員会に対し改めて説明と、 統廃合の考え直しを求める反対運動が行われた。2007年、鈴蘭大高校と鈴蘭大西高校は募集が停止され、鈴蘭大高校の校地に、兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校が新設された。いずれも廃止時のデータ。神戸第二学区自由学区校訓校訓は、勤勉であれ、健全であれ、優雅であれである。交渉。 甲をすずらんで囲んだものが使用された。文化祭は鈴高祭りとして有名であり、生徒、教員ともに力を入れ、一時は三宮との間にシャトルバスも運行された。伝統である、クラス劇は兵庫県立ピッコロ劇団の指導もあり、有名である。廃止時点での部活動、出身者、ありがとうございます。